ばんは、五十嵐玲です。で今週の日曜日にゲートウェイシリーズの第2弾となるゲートウェイサマーダートが金沢競馬場で開催されます。第12競走の最終レースでの開催ですので、中央競馬と地方競馬を楽しんだ後に追加プラスを狙うレースとして、もしくは巻き返しを狙うレースとして多くの皆様に予想していただければ嬉しいです。ゲートウェイ2周年記念の時と同じ舞台のダート 1500m 戦での開催で、クラスは B2 となっています。で今回の出走予定が全10頭となっておりますので、今回も全てご紹介したいと思います。まずはレディームーンです。アドマイアムーン産駒の馬です。中央競馬から移籍後2着の活躍が目立つ馬で、馬券で見ると抑えておきたいなと思う一頭です。脚質的にも逃げと先行両方使える馬なので、位置取り次第では要注意です。そしてミラボーです。金沢競馬で6勝の実績を持ち合わせている馬後産駒の馬です。金走は不審な競馬が続いておりましたが、前走の C1 クラスを勝ち上がってきて、そろそろ復活に期待しても面白いかなと思う一頭です。もともと B2 クラスでの優勝経験もあるので、ちょっとね警戒したいなと思っています。そしてシゲルカンパチです。中央競馬から移籍してきたシンボリクリス S3 区の馬です。移籍後も金沢競馬ではまだ勝利はない馬なのですが、2着の実績が多くて侮れない一頭かなと思います。脚質的にも先行もしくは差しというタイプの馬なので、展開にも左右されやすい面もあります。そしてパープルオンリー、オンファイア産駒の馬ですね。で先行からの競馬をして金沢競馬で3勝の実績を残していて、位置取り次第では見限れない一頭だと思います。このクラスでどこまで通用するのか楽しみな一頭です。それからサツキハイセンス、ゲートウェイ2周年記念で3着に好走したおなじみサッちゃんはハイヤーゲーム産駒の馬ですね。粘り強い先行力が魅力の馬で、いつもねいいレースをしてくれるんですよね。なので今回も警戒しておきたい一頭です。それからダイワレンジャーです。金沢で2勝を挙げているゴールドアリュール産駒の馬です。この馬は最後はねしっかりと伸びてくれる馬で、このここ2戦も馬券圏内に食い込んでいるレース内容から見ても、今回も豪脚に期待が持てそうかなと思います。次はノーモアベット、中央競馬の未勝利クラスを優勝しているスウェプトオーバーボード産駒の馬です。地方での実績もまだ薄い馬なのですが、前走の金沢競馬でも2着に食い込んでいるので侮れない一頭かなと思います。そして昨夜姫、この子は金沢で6勝の実績があるホワイトマズル産駒の馬です。逃げても先行しても競馬のできる馬なので、金沢のコースに向いている馬なのかなと思います。自在性の高さで今回も粘り込みに期待したい一頭です。続いてはサクラバーニング、金沢で3勝の実績を残しているワイルドラッシュ産駒の馬です。位置取りに注文のつく馬なのですが、逃げた時の粘りはかなり魅力的なものを持ち合わせています。すんなりと花に立てば不気味な一頭となるかもしれません。そしてゴールドバリオス、金沢で5勝の実績を残しているマーベラスサンデー産駒の馬です。スタートに注文のつく馬なのですが、スムーズにスタートできれば粘り強い先行力を持ち合わせている馬なので、要注意が必要となりそうです。以上の10頭が出走予定となっております。金沢競馬のゲートウェイシリーズ第2弾となるゲートウェイサマーダート、今回も粒揃いなメンバーが揃った印象なので、私はしっかりと的中できるように頑張りたいと思います。今回も予想動画とレース映像
も合わせて配信予定ですので、そちらも一緒によかったらご覧ください。そして先日間違って買った金沢競馬の馬券が見事的中しましたので、急遽プレゼント企画をご用意します。朝予想を書いて買い目も書いてこれで買いますって出したんですけど、直前になって慌てて馬券を投票したところ、間違った買い目で買ってしまって、それが的中してしまったんですよ。なので、なんか朝見てくださってた方にはなんか申し訳ないなと思ったので、なんかそれでプレゼントを何か買ってこようかなと思いました。なので、またね、詳細はプレゼントが決まり次第動画でご報告したいと思いますので、よろしければ楽しみにお待ちください。それから今後もこのゲートウェイシリーズを続けていきたいなと思っていますので、今まであまり地方競馬に興味なかったよって方も、これを機に、ね、地方競馬一緒に楽しめたらいいなと思っていますし、また地方競馬楽しむきっかけになっていただけたら嬉しいなと思っております。では今週も皆様のね、チャンネル登録お待ちしております。それではまた来週お会いしましょう。